はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。今回は Power to Go 13について説明していきたいと思います。この Power to Go 13は今月の7月16日に発売されたばかりです。2019年7月16日に発売された Power to Go 13になります。最新バージョンです。 Power to Go 13はライティングソフトって呼ばれるソフトになります。このライティングソフトについて数回に分けて説明していきたいと思います。 Power to Go 13の使い方、第1回目、基本的なことを解説してみたいと思います。このライティングソフトとは何をするかっていうと、データを CD とか DVD、 ブルーレイメディアに書き込みをするソフトになります。具体的に言えば、例えば Word とか Excel で作った資料、書類、そういったものを CD とか DVD、 ブルーレイメディアに保存する、そういった場合にこのライティングソフトで書き込むという形になります。これが一番のメイン機能になります。で、最近のライティングソフトはその他にも、テレビで見れる DVD 作成とか、テレビで見れるブルーレイ作成、そういったものもできます。その他、音楽 CD のバックアップとか、音楽 CD から曲だけを取り出して自分専用のベスト CD を作るとか、そういったことができます。また、CD とか DVD、ブルーレイのディスクコピー、簡単に言えばコピーもできると。ただし、コピーガードのないものに限ります。その他にも、挙げればキリがないんですけど、たくさん機能があります。で、今、言葉だけでは説明しきれないので、上から見ていきたいと思います。実際に項目見ながら説明していきます。Power to Go 13。こちらが今開いた画面になります。で、上の方にですね、項目があって、例えばこのデータディスクっていうところをクリックすると、下にさらに項目が出てくると。これはその隣も一緒です。まず上の項目を選んで、その次に下から必要な部分を選択していくっていう形になります。で、上から見ていきたいと思います。データディスク。このデータディスクっていうのは今言ったライティング機能。必要なデータをメディアに書き込むっていう形です。CD に保存するのか、DVD に保存するのか、ブルーレイディスクに保存するかっていうのを選んで進めていくっていう形になります。で、その次、ビデオディスクっていうところをクリックすると、同じように下に項目が出てきます。ここで、ビデオディスクっていうのは何かっていうと、テレビで見ることのできる DVD の作成、テレビで見ることのできるブルーレイの作成、そういったものになります。で、テレビで見るための DVD を作成するには、この DVD ビデオディスクのところをクリックしてから進めていくと。同じく、ブルーレイディスクに書き込んでテレビで見るためには、このブルーレイディスクのところをクリックすると。さらに AVCHD というのはメディアが DVD メディア、DVD メディアに対してブルーレイ形式の規格で DVD に書き込んでテレビで見る方法、これが AVCHD になります。で、その下、ホルダーの書き込み、ブルーレイと DVD ホルダーの書き込みってありますが、オーサリングできたものを書き込んでいくっていう形になります。このあたり詳しい使い方はまた次回から説明していきたいと思います。で、このバージョンでない Power to Go 10とか Power to Go 11とか古いバージョンでこの画面、同じ画面があるので、そちらの方ではブログと動画の方で説明しています。まあ、基本的には操作の方法は同じです。ただし Power to Go 13になって多少機能のアップがあるので、機能の向上があるので、違うところもあると思うんで、
今後はそのあたりを説明していきたいと思います。で、その次、ミュージックディスク。これは音楽に関するもの。ここにオーディオ CD、MP3CD、MP3DVD ってあります。でですね、この WMACD、WMADVD。これは、ほとんど使う必要はないと思います。必要とするのはオーディオ CD、MP3DVD か MP3CD だと思います。で、Q オーディオディスクっていうのは、Q ファイル、Q シートを使って作成する場合の音楽 CD です。これについては初心者は難しいので、また機会があれば説明していきたいと思います。で、このオーディオ CD についてなんですが、これは CDDA 形式って呼ばれるもの、つまり一般にお店で売られている CD、音楽 CD ですね。アニメの CD だったり、クラシック音楽の CD だったり、普通の J-POP とかそういった CD、これらは全部オーディオ CD、音楽 CD と呼んで、CDDA 形式って呼ばれる形式で CD に書き込まれています。この形式であれば、CD プレイヤーで再生できます。もちろんパソコンでも再生できますけど、それに対して MP3、この CD と MP3DVD、これは MP3 のデータを DVD に書き込んだ状態です。同じく MP3 の CD をデータに書き込んだ状態です。この状態は音楽 CD ではないので、MP3 再生ができるものであれば再生できます。もちろんパソコンでは再生できます。家庭用レコーダーでできるものもあればできないものもあるかと思います。その他、最近の車の中で聞く CD、DVD の場合も MP3 形式に対応しているものがあるんで、そういった対応しているものであれば再生できます。で、その次、フォトギャラリー。これはですね、写真を、静止画の写真をですね、アルバム形式にして再生してくれるっていう形になります。それを CD に書き込むか、DVD に書き込むか、ブルーレイディスクに書き込むかっていう形になります。で、あくまでも静止画、写真である静止画を単に DVD に書き込んで、自動で再生してくれるっていうものです。ここで気をつけてほしいのが、それに対して、パワーディレクター。パワーディレクターで、このスライドショーってあります。またはタイムラインからスライドショーもできます。パワーディレクターでいうところのスライドショー、同じように写真をですね、再生してくれるって形ですけど、こちらは、写真を映像形式に変えて再生するっていう形になります。ですので、この Power2Go13 のフォトギャラリーと別物だと思ってください。こちらはあくまでも静止画を再生してくれるっていう形です。写真のまま再生する。その次、オンラインメディアバックアップ。このオンラインメディアバックアップについてですけど、これは何をするかっていうと、インターネット上の動画をダウンロードして、CD に焼く、DVD に焼く、ブルーレイに焼く、ハードディスクに保存する。そういった形になります。これハードディスクにダウンロードってありますけど、ハードディスクに保存。同じことです。ただし、これを利用するにあたって、規約の違反にならない利用を心がけると。で、次、ディスクコピーについて。このディスクコピーっていうのは何をするかっていうと、全く同じ CD を複製したい場合ですね。そういった場合にこのディスクコピーを使えば同じものができると。一番わかりやすいの音楽 CD。音楽 CD を持っているとします。家の中に音楽 CD があると。それをですね、傷がついたら困ると。ならバックアップしたい、コピーしたいっていう場合、このディスクコピーから、
作成していけば全く同じものができると。ただし、DVD のコピーとか、ブルーレイのコピーは、コピーガードがあるものに関してはコピーしてはいけません。自作の DVD とか自作のブルーレイに関してはコピーガードがないので、コピーしても問題ありません。このあたりは気をつけていただきたいと。で、もう一つ、音楽 CD のコピーの仕方なんですけど、違法になる場合と、合法になる場合、要は問題ない場合ですね。その違いは詳しくはですね、こちらの、一般社団法人日本レコード協会、こちらにですね、音楽利用について Q&A というのがあります。ここを見てもらえれば一番わかりやすいかと思います。で、この中で一番ここですね。レンタル店から借りた CD を自分のパソコンにする、コピーするのは違法ですか？違法ではないと。レンタル店で借りた CD を自分で聴くためにコピーするには、指摘の複製に当たるので違法ではないっていうふうになってます。ただし、それに対して、ここが重要なんですけど、自作のビデオに BGM を入れる場合、音楽 CD を使って YouTube などにアップするとか、または一般の人の前で自分が持っていた音楽 CD であっても、家庭以外のところで映像を流す BGM に使うんであれば、それは違法となると。その辺の違いがあるんで、詳しくはこういったページを見て確認してもらえればと思います。一般社団法人日本レコード協会の、ホームから各種制度の紹介、音楽と著作権というところから、この Q&A があるかと思います。で、その次、ディスクイメージの保存。これは何かっていうと、 ISO イメージを保存、 ISO イメージの作成ってことです。自分で ISO イメージを作成するってことです。それに対して ISO イメージを書き込む。これがディスクイメージの書き込みです。で、Power 2.5 の場合ですね、ISO イメージも当然扱えるんですが、それとは別に Power 2.5 専用のイメージ形式があります。まあ、これちょっとクリックしてみます。そうすると、ここにですね、ここにですね、書き込み先ってあって、ここに P2I っていうのがあります。この P2I っていうのは Power 2.5 専用のイメージ形式になります。なので、ここ、保存の種類っていうところ、P2I に合ってるので、これを ISO にすれば ISO になると。このように、設定を変える必要があります。このあたりまた詳しく説明していきたいと思います。その次、メディアコンバーター。このメディアコンバーターは何をするかっていうと、動画をですね、スマホ、携帯、タブレットで見れるように変換すると。同じく音楽も一緒です。で、オーディオ CD、つまり音楽 CD のことです。音楽 CD をですね、携帯とかスマホとかタブレットで聴けるように変換すると。で、ここのモバイルデバイス用プレイヤーっていうのは、これをクリックすると QR コードが表示されます。その QR コードから専用のプレイヤーをダウンロードして、携帯とかスマホ、タブレットなどで聴くことができると。そういったソフトをダウンロードする QR コードの機能になります。まあ、これ便利かもしれないです。で、それに対してもう一つ、ここにオーディオ CD の読み込みってあります。これは音楽 CD を読み込んで MP3 に変換するとか、これクリックするとここに出てきます。で、ここに MP3 にするとか、FLAC にするとか、まあ、
M4A にするとか、まあいろいろあります。このように音楽 CD から形式を変換して取り込むっていう形になります。パソコンに取り込む機能です。変換してパソコンに取り込む。で、今度こちらオーディオコンバーターの方はその反対です。元が MP3 を他の WAV とか FLC に変えたりとか、まあ、ここから選択できると。これは出力の方になります。こっちは音楽 CD から取り込む。で、取り込んだものを今度は別の形式に変換するのがこのオーディオコンバータです。まあ、このメディアコンバーターの中で一番使うのはこのオーディオ CD の取り込みではないかと思います。CD から MP3 に変換してパソコンに取り込むと。そういったことが一番使い勝手が良いかと思います。では最後にユーティリティのところを見ていきます。ここにディスク消去ってあります。これは CDRW とか DVDRW とか、ブルーレイの BDRE、そういったものを書き換える場合に消去すると。そういった機能です。これはよく使うかと思います。まあ、Windows の標準機能でも、消去の機能はあるんで、まあ、どちらを使っても良いかと思います。で、その他の仮想ドライブとか CD エクストラミックスモード CD、これらは今現在使う必要はないと思います。ですので、ここは省きます。で、ディスクマネージャー。これは何かっていうと、Power2Go で作成した履歴。同じものをまた使いたいっていうんであれば、そういった履歴が残っているので、その履歴から作成できると。そういった場合にディスクマネージャーがあると。で、その次、重要なのがこのシステムリカバリー USB。システムリカバリーディスク。これは、USB ドライブかディスクに書き込むかの問題なので、どちらでも内容は同じものです。で、これ何かっていうと Windows 10のバックアップです。システムイメージバックアップが作成できるってことです。ですので、こちらのもともと標準であるこのバックアップのここにシステムイメージ作成ってあるんですが、これと同じものがこの Power2 号でもできますよってことになります。で、なおかつシステムイメージバックアップを USB に保存することができて、 USB から起動して元の状態に戻すことができると。まあ、非常に便利な機能かと思います。で、このあたりについてはまた、これだけの解説を今後していきたいと思います。これ使うにあたっていろいろ設定することがあるんで、詳しいやり方はまた機会があれば説明していきたいと思います。今回ざっとですね、第1回目ということで、簡単に基本的な機能を解説してみました。第2回目以降は実際にその機能を使いながら説明していきたいと思います。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。